く言い過ぎちゃったから。二人の気持ちも考えずに、また私一人で突っ走っちゃって、反省してます。そんな、謝らないで、ほのかちゃん。でも、嫌な気持ちにさせちゃったし。なってないよ。ほのかちゃんがああいう風に言ってくれたから、私にもすごいところがあるのかもしれないってワクワクしてたところなんだよね、小鳥ちゃん。うん、そうだったの？よかった。それいい、やりたい。じゃあ私から。花代ちゃんは私たちの個性を考えてくれるのがすごいなって思うんだ。どうやってパフォーマンスしたら自分らしさが見せられるか一緒に考えてくれるでしょ。嬉しいな。でも私の勝手な思い込みで言っちゃったかもって反省することもあって。そんなことないよ、花代ちゃんのすごくいいところだと思う。花代ちゃんは私たちの個性を見つけてくれて褒めてくれるんだよね。いつもありがとう。ありがとう。そっか、これでよかったんだ。小鳥ちゃんは周りをすごくよく見てくれてるよね。何かあった時にすぐに大丈夫って声をかけてくれるから嬉しいんだ。そうかな。おせっかいだって思われてるかもって思ってたんだけど。ううん、小鳥ちゃんが見てくれてるって思うと安心するんだよ。小鳥ちゃんのすごいところだね。嬉しい。ほのかちゃんは目標に向かって突き進んで私たちのことを巻き込んじゃうところがパワフルですごいと思う。ありがとう。勢いには自信がある。あ、でもさっきみたいに暴走しちゃったりするんだよね。迷惑じゃない？迷惑なんて全然。ほのかちゃんといるとどんどん前に進めて楽しいんだ。どんどん突き進んでほしいな。そっか、これでもいいんだ。自分では弱点だと思ってることが周りには魅力的に映ってることがあるんだね。少し自分に自信が持てるようになったかも。自分のことをすごいなんて思ったことなかった。なんだかくすぐったいね。花代ちゃん、小鳥ちゃん、今日はありがとう。失敗しちゃったって思ったけど、あなたのおかげですぐに二人と話ができたよ。嬉しい。ありがとう。それにね、お互いのすごいところを見つけ合って支え合うことで自分のことも大切にできるのかなって思ったんだ。あはは、私難しいことはできないから。でもよかった。それにね、お互いのすごいところを見つけ合って支え合うことで自分のことも大切にできるのかなって思ったんだ。なんか、幸せだな。